株を大量にさ買っといて炎上する前に売っちゃう闇バイト、大手がそんなしない？違うよ、あの企業じゃないよ、あのこれ大手がそんなことしないって言ってる人いるけど違う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 、あのマジでなんていうの、なんつったらいいのこれ、株を取引してる人よ、株を取引してる人で株で生計立ててる人がバカッターを高校生にやらせるのよね、その前に炎上しちゃう前に株を買っといて売るのよ ね、で売る前に炎上させる前に売るんだよ、買い込んだ株を。でいきなり下がるんだよね、そうすると下がるから炎上しちゃったら、インサーダー取引だね、だからインサイダー取引、空売りするんだよトレーダー、絶対儲けてるじゃん、個人でもリスク高いからしない、金近が怪しいだろ、芸能人も絡んでる、逆や、下がるから買うんだよ、上がれば売る、引き受けるバカッターがいるかな、バレるやんそれ、バレる、空売りは買っておかなくて単に売ること、もともと持ってた人が考えたんだよ、だからスシローの株俺持ってるけどこれどうにかして儲けることでやってないな、でも空売りってことは、え、こんな情報が出回るの、ちょっと待って俺今株持ってるわ、全部売っちゃうわってことか、じゃあ空売りした人はフィクサーじゃないな、儲けないもんね、炎上して自分の資産がなくなってしまうから、その情報が出回る前に知ったってことだよね、だからその人は運が良かったってことだね、そういうことでしょ、その人は儲けてないもんね、え、バカなの俺、間違ってる、間違ってる俺、違う、間違ってます僕、その炎上する前に空売りした人がいるんだって、株をこの情報を知ってた人がいるんだって、合ってる、行動に出て株価が下がってお金がなくなる前に売っただけ、だから損失を防いだってことね、自分の資産を、なんで知ったんだろう、でもなんでこの情報が知る前に知ったんだ、なんで知ってるんだ、 SNS を動画で見て売った、ナイスやっていけ、ナイス、それで黒幕はいるよね絶対、うん、みんな詳しいよ、内部告発、そうなんだよ、バカッターがバズる前になんで知るんだよそんなこと、うん、下がるのを知ってたから売ったんだよ、そうなんだよ、なんで知ってんだよ、このバカッターとつながってたの、内部では知ってたかも、株もやってるわかるよ、スシローにいたじゃん、金で情報交換してる、スシローにいた客か、これ若者がこれ醤油ペロペロして、これ TikTok 撮ってないこいつ、もしかしてバカだからあげる、やば、早めに売らないとみたいな、そういうこと、その現場にいた人か、おいおいおいみたいな、これ TikTok 上げんのこれみたいな、マジかよこれ絶対上げるじゃん、そういうこと、それぐらいのスピードじゃないと、あの防げないで、炎上する前に空売りって、4年前の動画なのこれ、ちょっと待って、何年前の動画なのこれ、最近の動画をバカッタがポンって上げたんじゃないの、4年前ってガチだよそれ、寝かしといたのそのネタを、え？4年前の動画なんだって、最近じゃないの、え、バカッター寝かせてたのあの動画を、本当か、古く見えた、撮影者の連れがネタで売った、ネタ売った、おばあさんは4年前、学生のやつは最近だわ、ほらおばあさんがあのトイメンであのポテトをつまみ食いしてんのよ、あれは
4年前あの重蔵は最近のやつ、空売りは近い将来、株価が下落と予想し現在の株価で一旦売りを出し値下がりしたところで買い戻しして借りた株を返す、この時、差額が利益になる、株価の、下落局面でも利益を出せる、あ出せるんだ利益は空売りでも、じゃあインサイダー取引かこれ、儲けたやついるんだこのバカッターで、勝ち組はいるんだね、俺株やめた方がいい、ちょっとやりたいっちゃやりたいんですよね、資産運用で差額が儲けだし、うんそうでしょ儲かるよね絶対、俺みたいなバカはダメかね、今日パソコン買いに行って株でもやろうかなと思ったんですけど、ダメかね、やんない方がいいかね、向いてない、やらないと覚えないでしょ、勉強しろ、うん、でもお金持ちの人ってみんな投資してんでしょ、バク投げさんたち投資してんでしょ、みんなやってんでしょ、投資しないと金持ちになれないでしょ、善一くんに聞くか、善一くん先生にするか、教えてもらう株、うん、みんな負けてんの、俺せっかちっすよ、すぐ結果出ないとイライラしちゃう、うん向いてない、善一くん逆張りしたら勝てる説、これ先生あるんですか、俺株ちょっと分かんないんですけど、善一くんのリアルタイムで株を逆張りしていったら2択じゃないですか、あれって儲かるんですか、儲かるの、逆に貼ってったら全部ガチでいけんの、マジ、え なんでやんないのそれ、みんななんでやんないの、善一リスナーさんなんでやんないのそれ、逆張りしたら儲かるんだって、全敗だからほとんど、善一株じゃないんだな、何をやってんの善一くんは、主に FX って何に、あの赤か黒かってやつ二択でしょ、200、700万買ってたぞ、パン粉為替取引 FX ドル円わかんねえんすよね、リスナーは逆張りしてるんだ、通貨為替じゃ逆張りしたら勝てるんだ、リスナーさんはやってるんだって逆張り、善一くんと火薬さんの逆張り勝てる説、これあるんですかリスナーさん、ギャンブルでクソ負けてる配信者の逆張りあるの、よっさんの逆張りとか、でもまあまあ配信者って説得力あるからみんな同じようにかけちゃうんだよね、騙されて負けるプロだからね配信者、ほんとだってギャンブルで勝ってる人ないもんね配信者で、よっさんたまに当たるんだよ、あの人口がうまいから俺も信用しちゃうんだよね、今日のバカウマ発表します、バカウマ来ちゃう時あるけど来ない時あるんだよ、バカウマが本命が来る時あるんだよね、よっさんのわかんねえ、変に説得力があるからさ、やめときな、100万なんかすぐ解ける、うっそ怖っ、マジ二択であって二択ではない、利確と損切りのタイミング、タイミングなんだ、タイミングも入ってくんのか、二択じゃないんだ、じゃあ分かんねえね、うん難しいね、やめとくか、よっさんだって400万溶かした、やばいじゃん、返してもらうよそれよっさんに、お前に乗ってよ、400万も溶かしたで、おつじょりーす、皆さんあの右下ナイスちょっといいですかね、こじっちゃって右下ナイスお願いします、おつじょりーす、きたー右下ナイスお願いします、おはじょりナイス、ジョリジョリって言ったら増えんのかな、増えないか、ナイス一応やってんだけど、もうでも減らってます今、もうやめようかなと思って、もう増えないんだよナイス、誰もしてくれないんだよナイスじゃないんでしょ、だからみんなナイス外に押しちゃうんでしょ、俺はブサイクだからさ押してくれないんだよみんな、もう押す人決まってるからな、ふわっちはほら押してる、300もいかないと終わってないマジで、
もう500ぐらい行ってほしいよね。マジで。ミス行っちゃったよ。どっか。いつもよしえ。おはじょり押した？増えないじゃん、ほら。うん。ほら、全然300もいかないじゃん。もうやめるわ、もう。ミスに押す？昨日から押してる。全然増えないよ、マジで。ビタ止まりだぜ。ビタ止まり。300いかないって終わってんだろ、これ。本気で押してみて。あの、一回。あの後で外してもいいから一回本気で押してみて。一回右下ナイス。俺もうやめるつもりでいるんだけど、一回ガチで押してみて。あと乗り換えていいから押して。一回500ぐらい行くの、これ。それ行かなかったらやめるわ、マジで。一回やってみて。言っても500行かないんだ。340止まり。305、500いかないじゃん、これ。なえるわ。いかないね、せいちゃんね。その作戦には乗らないよ。連打してんの。好感度ないわ、マジで。500は10時間するしかない。しんど。マジ無理無理だわ。ナイスじゃないもんね。もう外していいよ。ありがとね。どんぐらい増えんのかなと思って。うん、次あのパルちゃんが始まるからね。パルちゃんに押してもいいし、あの養分にも押してもいいし、ゼロワンに押してもいいしね。好きな人に押して、ヨシエに押してもいいし。うん、みんなは誰に押してんの。誰に押してる。いつも押してる人書いて。ナイスは、ナイスはいつもこの人に押してるっていう人書いて。ゼロワンって養分多いか。アムチン養分パルパル押してない。あ、機長に、機長もいるね。あ、モンジャリからです。エビゾウさん、あ、エビゾウさんも押してる。うん、パルパル、ゼロワン、機長。あ、ナイス8位。やめて。8位とかもうしんどいよ。無理無理、いらんわ。8位はもう1位取らないと。これ しんどすぎて割に合わないってナボーさんも言ってた。こんなのいらんわってなる。しんどいもん、こんな。あ、ナイスお願いって。あ、やっぱテロップ大事なんだ。ナイスお願いって。うん、ナイス大変よ、ほんまに。だったらイベントでさ、お前がやってる方がいいよ、マジで。楽だよ、ナイス。しんどいよ。だってナイスやるとさ、バンになったらダメじゃん、一回でも。月末までさ、あの健全にさ、ね、バンにならないように、攻めないようにさ、人にさ、悪口言わないようにずっとさ、黙り込んでさ、言葉に気を使いながらやらなきゃいけないわけじゃん。それで何かの表紙でさ、バンになっちゃった場合、1ヶ月どう報われるの、その努力。それが耐えられないのよ、マジで。健全な配信、そう、海老蔵さんみたいな、あんな配信、健全な配信しなきゃいけない。俺バンになるからね、マジで。俺攻めるとき攻めるからね。A 番社と一緒に行くかもしんないじゃん、どっか映さないようにさ。黒顔入って行くかもしんないじゃん、何かの表紙で。最近ルイージがさ、配信しないんだけど、せいちゃん行ってくんない？その時にナイスやってたらマジで怖いじゃん。そんな現場行けないじゃない。俺そういう配信したいから、ナイスできない。やんない方がいいね。攻めらんないかなんか。そう、俺ワンチャンバンになってもいいと思ってるから、そういう攻める。攻めたい時は攻めるから。うん。ナイス向いてないんですよ、僕。そう、TJ みたいになっちゃう。TJ さん、めちゃくちゃナイス頑張って。最終日にバンだよ。ナイス剥奪だよ。100万円パーだね。そんなんなりたくない。八王子バンのある。あるよ。八王子は行かなくてよくない、今日。行かなくていいっしょ。なんかある？うん。それは辛いで。30日間ナイスくださいってやってきて、いろんな人にナイス流してもらって、最終日にバンって。それバンになった理由がさ、外配信でさ、
外カメで通行人映して、あいつブスじゃね、通行人ディスでバンだね、その一言で。やばくない？それだけでだよ。うん、それでダメなんだよ、通報多いから。うん、で大手さんはやっぱりアンチも多いから、一流だから。そうそうそう、メンタルやれるで、もう二度とやんないっつうだよ TJ さん。うん、あ、40個ラスカイ、あーリーチャーリアスラスカイ40個です。ね、大変なんですよ、ナイス稼ぐの。あ、杉役リビングいいですか、杉役やるの。俺ちょっと炎上ニュース見たいわ、ちょっと久々に。時間が被らなかったから、8時からやったからさ、ちょっと1時間休憩挟んでね、炎上ニュース終わったら、ちょっと暇だったらやろうかな。パソコン買いに行きたいのよ、パソコンが欲しくて、パソコン欲しいの。うん、パソコン MacBook Pro 欲しいの俺。うん、パルパル飽きたわって見るから、みんな5000人いくで。今日のネタ何ですか、パルちゃんのネタ。うん、10個ラスカイ感想、お疲れさました。あ、やみちゃんあります。うん、差し押さえか、ヒカルくんの差し押さえ、それが本タイトル。30個ラスカイ、おはようございます。あー、仮面さんあります。うん、エミ太郎、あー、エミ太郎版か、それになるのか。もう情報がまあ早く回っちゃったからみんなは知ってるけど、まあそれか本タイトル。あー、エミ太郎なるのか今日は。うん、なるほどね。じゃあルイージさんに電話のコーナーあんのかな、彼氏だし。エミ太郎がね、みんな知らない人いるからね、まだ今時点、この時点でも知らない人いるからね。あー、ルイージさん来てくれた、みんなふわふわふわ。エミ太郎のせいで米番何もかけないです、なんか言いたかったんだろうね。あ、ヒラヒミだ、なっちゃん10個ラスコ、あれです、差し押さえが本タイトル。彼氏さん来てくれました、10個ラスコ、いいやです、仮面さんです、ラスコ。怒ってるわ。沖縄着いたのかな、もう沖縄着いたの。もうあ、俺のことブロックしてるのに解除したの、お前。おい、許さねえかな、お前。マジで。俺、運営にメール送ったよ、お前。運営さんに。ルイジがさ、運営さんにちょっと、メールしろって言ったから、送ったぞ、お前。ちゃんと送ってやったぞ、これ。偉くない？花火投げろよ、お前。ちゃんと送ってやったぞ、お前、運営さんに。読めよ、これ。偉いだろ、読んだ、偉いだろ。お前が配信側で電話してきて、せいちゃん頼むよ、運営さんと繋がってんでしょって、プラチナプラスでマンスリー2なんだから、せいちゃん力持ってんでしょって、エミタロの番解除させるように言ってよって、ちゃんと俺メールしたぞ俺。うん、優しいだろ。うん、ほんで俺のことブロックしやがってよ、そういう時だけ解除しやがって、花火だけだよお前、マジでふざけんなよお前。うん、よかったな、でもな、これでよかったと思うよ。でもエミ太郎 A 版になんなかったら、お腹の赤ちゃんどうなっちゃう。俺思ったんだよ、いろんなこと考えた。これさ、お腹の赤ちゃんがさ、運営さんに頼んだんじゃないかなって。運営さんって、僕ママがエミタロで毎日お腹の中にいて、お酒も飲むしタバコも吸うから呼吸が苦しいよ、助けて、その声が届いたんじゃないか。うん、赤ちゃんの声が届いたんじゃないか。それで運営さんが、よし、エミ太郎 A 版にします、赤ちゃん
今まで本当に辛かったね。そうでしょ、それでバンになったと思うよ。うん、そうだよ、赤ちゃんのおかげだよ、ま、これでまともなお母さんになってくれるといいね。そうでしょ。うん、配信なんかやったらダメなんだよ。だからエミ太郎はルイージが一生懸命さ汗水垂らして働いてさ、配信なんかやらないでさ、介護でさ頑張ってエミ太郎と赤ちゃんをさ養えばいいんだよ。泣けるでしょ。皆さんナイスお願いします。上さんの優しさだよ、本当だよ。お腹の赤ちゃんが声が届いたんだよ。助けて、苦しいよ、タバコの煙が悔しいよ、あ苦しいよ、お酒が血液に流れ込んでこっちも酔っ払っちゃうよ、へそのでつながってんだよ、お酒がどんどん入ってくるよ、お母さんお酒もやめてよ、ストロングが入ってくるよ、へそのからストロングが入ってくるよ、お母さんもやめてよ、いろんな薬飲まないでよ、オーバードーズやめてよ。そうでしょ、うん、あパリパリ言ってください。あと2分なんでね、ナイス増えない、もうナイスやめるわ、うん、そうね、赤ちゃんだけちゃんとしてくれたらいいんだと思うよ、うん、ね、ってことなんで今日はちょっと4時間やりましたけど、どうでしたか、面白かった、面白かったらあのナイスお願いします。あ楽しかった、400いくこれ400、うん、ほんと嫌な人だよ、だからナイス増えないんだよ。楽しかった、楽しかったって人だけでいい、楽しくなかったって人はフォローも外してこないで、ブロックしてめんどくせえから、そういうやついちいち相手にするの、あエンタメやんか配信って、ああみんなが楽しかったらそれでいいんだよ。うん。ね。二桁番号でお前は A 番になればやばいだろ、お前。72号さん、性格悪すぎな、マジで。ずっと潜ってたの。10個らすか、おもろい。ありやす通算、ありやす。これが Z です。切られてます。でも、ルイジさんの方がもっと切られてるんで安心してます。ルイジさんも A 番なんないね。一番切られてるのはルイジさんなんだから。僕は2番なんだよ。ナンバー2なんだよ。何でも。2番がいいんだよ。ありやす !10 個。2個。ナイスポチアです。うん。まあ俺も性格悪いけど、負けてないよ、ルイジさんも。俺も負けてないけど。12個。あ、チカちゃんありやす、どんつく。うん。あと1分なんで。一旦終わりますね。また。炎上ニュース見ないと、お昼休みはウキウキウォッチン、うん、5個、ナイス、面白い、あなっちゃんです。いやちょっと炎上ニュース見ないと、たまには、うん、おつやよ、大花火までくれんの、どんつくラスコイ、あーケンさんありやす、ラスコイありがとうございます、たくさんのアイテム応援コメントありがとうございます。5個。お疲れ様でした。ありがとうございます。パルにブロックされてるって何書いたんだよ。うん、相当なこと書いたんだろう。生 ID をブロックされちゃってるの。ありがとうございました。